インド太平洋の熱帯、温帯海域から南東太平洋のイースター島、沿岸、大西洋のアフリカ南西部沿岸まで分布する。日本近海では、太平洋側で、宮城県、日本海側で、能登半島以南に分布する。海割り海割り海割りは、時々、釣り師によって釣られる。海割りは、鈴木木アジカに属する、海水魚の一種。 インド太平洋の段階域に分布するアジで、食用に漁獲される。日本での地方名は、平アジ、島アジ、メッキ、オキアジ等があるが、本種だけでなく維持種との根性で呼ばれる場合が多い。また、鳥取のオキアジはこれを標準和名とする別種のアジがいる。学名ケイリネスイキラは、シノニムとされているが、こちらで表記された文献も多い。 全長は20から30センチメートルほどで、大型個体は40センチメートル前後に達する。アジ類としては、小型から中型の部類である。体高が高くて側平たし、全体の形はひし形、または楕円形である。第二背びれと尻びれに幅広い黒褐色の縦帯体が一本。あり、ひれの先端は白く縁取られる。体側を走る側線のカーブは大きく。 第二背ビレの第十五難上したから、自家装する。自家装部の両鱗は、他のアジ類と同様に上下にやや広く発達する。幼魚器には体側に六本の暗褐色の横帯があるが、成長すると消失し、背中は青色、体側から腹はほぼ一様な銀灰色になる。また口内には寄生性の頭脚類シマアジの絵が、寄生していることが多い。シマアジ 銀河メアジ、カッポレ等の小型個体と混同されがちだが、本種は1メートルに迫るほどの大型にはならないこと、第二背ビレと尻ビレに、縦帯があること、災害公園上部に、黒色半紋がないこと、側線の自家装部が短いこと等で区別できる。インド太平洋の熱帯、温帯海域から南東太平洋のイースター島、沿岸、大西洋のアフリカ南西部沿岸まで分布する。 日本近海では太平洋側で宮城県日本海側で能登半島以南に分布する。沿岸の浅場から水深200メートルまでの砂泥底に生息する。植生は肉食性で海底の多毛類や小型甲殻類等を砂泥ごとロート状の口で吸い込んで捕食する。遊泳する小魚等の小動物も捕食する。日本近海での産卵期は9から11月で、 分離不遊覧を散乱する。幼魚は他の魚や大型のクラゲに寄り添って泳ぐ。日本近海では釣り、低地毛、底引き毛等の沿岸漁業で漁獲される。身はしまっているが、油も乗っており、刺身、煮魚、焼き魚、唐揚げ等様々な料理で食べられる。人や地域によっては島味に匹敵するほど美味とされることもある。大型のものは高級魚として、 小型のものは惣菜魚として扱われる。ありがとうございます。